はい、こんにちは。左大臣光永です。本日は、法然の生涯より、大原問答について語ります。文治2年1186年秋、天台宗の僧、謙信が、浄土宗宗祖,祖、法然はじめ、各宗派の赤額を、落国、大原の小林院に招き、300人の聴衆の前で、法論が行われました。これを、大原問答、または、 大原段義と言います。元略二年、1185年春、平家一門は壇の浦の合戦に滅びました。しかし、その後、頼朝、義経兄弟の対立が表面化し、引き続き世の中は騒然としていました。そんな中、浄土宗の人気はどんどん高まっていきました。貴族にも、武士にも、庶民にも、法然もしたい、 浄土宗の門も叩く者が絶えませんでした。その勢いは、天台宗をはじめ、既存の仏教の間でも無視できないものでした。天台雑名運第一の弟子、謙信は、法然に深い共感を抱いていました。法然承認の人柄と学識は、誠に素晴らしい。それに比べれば、私の学問など、浅はかなものだ。ぜひ一度、 じっくりと教えをこいたい。謙信は後に天台雑になる人物ですが、この頃、落北大原の少林院に隠棲していました。謙信は大原の地に各宗派の赤学を招き、法然と法論も行わせることにしました。いわゆる大原問答です。時に文治2年、1186年秋、法年54歳、 法然が千珠念仏を解き始めてからすでに十一年が経っていました大丈夫ですかね法然様やつら喧嘩吹っかける軍じゃないですかそういうことを言うものではない御仏の救いを求めることにおいては浄土宗も天台宗もどの宗派だって同じです敵ではないのだしかしまあ そう心配はいらんからこの頃法然の横にはいつも眼光鋭い荒法師の姿がありました法力規模蓮聖俗名を熊谷一郎直宗と言いました源兵合戦一の谷の合戦の最中敵である若者平の厚森を打ったことに心を痛め後に法然上人のもとで出家を遂げたエピソードで 平家物語に有名な人物です。ただし、出家した理由については、諸説あります。がや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 、がや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 。もみし鮮やかに照り生える大原松林院に、300人の聴衆が集まっていました。参加者は、主催者の謙信、天台宗の近い、昇信、三論宗の妙変、発想宗の長慶、そして、 東大寺の肝心職を務めた春城房、長元いずれも劣らぬ各宗派の赤学が揃っていました。ふん、法然様に何か無礼でもやってみろただじゃおかねえからなどっかと連生は銅の外に座り込みます。その手には大きななたを構えていました。こうして三百人の聴衆が見守る中、歴史に名高い大原問答が始まります。 法然承人に伺います。念仏念仏とおっしゃるが、では、修行や学問によって自力で悟りを得ようとするのは間違っている。こういうわけですかなそうではありません。修行や学問によって自力で悟りを得ようとする衝動門の教えは極めてたっとく、優れたものです。ただ、 ただ、何ですかな厳しい修行、学問、それは大切なことです。しかし今、末法の世にあって、そんなことを言っていて間に合いましょうかんそれは私は佐賀屋義水で、救いを求める庶民の姿を見ました。その日の暮らしにも困るような人たちです。彼らを前に、 厳しい修行や難しい学問も進めますか衝動門も人に勧めることは小さな器に大きすぎるものを入れようとするようなもので無理ではないでしょうかでは、法然商人は自分こそが首相に救いをもたらす大きな器であるとこうおっしゃるのかいいえ、むしろ 私のような愚かで、顔面な者こそ、衝動門の器ではないと言っているのです。は私は怠け者です。そしてすぐ疑うので、厳しい修行、学問といって続いた試しがありません。しかし、ただ念仏を唱えるだけなら、私のような愚か者にでもできます。誰にでもできます。 この末法の世においては、広く深い衝動門ではなく、狭く浅い浄土門による他に、迷いの世界を離れることはできません。うん、法然は決して他の宗派を批判せず、深い敬意を払っていました。しかし、一方で、この末法の世において、あまねく人を救うには、広く深い衝動門ではなく、 狭く浅い浄土門による他はないと、その一点は強く自信を持って断定しました。門道は一昼夜にわたって行われました。はじめは法然に批判的だった僧たちも、次第に千住念仏の教えに傾き、ナムアミタ仏、ナムアミタ仏、ナムアミタ仏、つぶやく声が上がりました。 では、皆様、一斉に、昭和しようではありませんか主催者の謙信が温度をとり、ナームアーミダーブ、ナームアーミダーブ、ナームアーミダーブ、念仏の声は、三日三晩にわたって、大原の山々にこだましました。 その光景を見た、連生こと熊谷直実は、うん、うん、よかった。こいつはもういらねえな。どうぞ。ナタを、傍らの藪の中に投げ捨てたと言われています。現在、大原三千院の門前の茶店の傍らに、熊谷直実ナタ捨ての藪の火がひっそりと立っています。という感じで、メールマガジンも配信中です。 佐大臣人の古典歴史の名場面、日本の古典や歴史についての音声付きメールマガジンです。楽しんで聞いているうちに日本の古典歴史について広く立体的な知識が身につきます。詳しくは概要欄のリンク先をご覧ください。本日も佐大臣三長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました